リブバート、リブバートとは仮想化管理用の共通 API を提供するレッドハットを中心としたオープンソースプロジェクトである。リブバートは仮想機械の制御を抽象化したライブラリーである。本ライブラリーの特徴はサポート範囲が広いことである。サポートしている仮想化は現在全 KVM 兼 LXC オパンブス N ルバーチャルバックス。 VMware SGSX、ワークステーションプレイヤー、ハイパー V、そしてクラスタ管理ソフトオパンネビューラである。さらなる対象仮想機械の拡大を目指して、例えば対応や Linux ベサーバーのサポートをどうするかなどが、開発者メイリングリスト上で議論された。また、様々な版数でのサポートも特徴である。例えば、前のリリースされた様々な版、 例えば全3.10や全3.0、3などで動作する。またユニックス系オペレーティングシステムだけでなく、Windows 上でも Mingway や Sigmin を使えば動作する。リブバート自体が多くの種類の仮想化をサポートしていても、必ずしもリブバートを利用しているアプリケーションがすべての仮想化をサポートしているというわけではなく、KVM や 全などがリブバートを利用しているアプリケーションのサポートの中心となっている。またハードウェアプラットフォームに着目すると CPU の場合、X86、X86 から64、IA-64、パワーなどをサポートしており、ビットおよびエンディアンを問わない。このような幅広いサポートを行っているため仮想機械を制御するインターフェースとしては、 事実上の標準の地位を築きつつある。例えば、レ e l 5上で仮想機械を管理するためのアプリケーションであるバーチャルマシンマネージャーの実装においても利用されている。本ソフトウェアのライセンスは LGPL で提供されている。このため GPL で開発されている前のライブラリーに比べてアプリケーション開発者の視点では使い勝手が良い。標準提供 API は シート Python である。またその他の言語の API もオプションパッケージで提供されている。また、運用管理の標準インターフェースである CIM への対応も IBM を中心に、ンピ CIM プロバイダーとして、リブバート CIM の開発が進んでいる。なお、ンピは、コモンマナジェビラティプログラミングインターフェースの略である。セキュリティ拡張として、 m a c アクセス制御との連携を考えたスバートが検討されている。本プロジェクトのメンテナーは、ダニエル・ベイハー、通称ダニエル、ダニエル・バーンチ、通称ダン、リチャード・ W ・ M ・ジョーンズ、通称リッチなど、レッドハットの開発者である。その他、レッドハット以外にも、IBM やノベル、富士通の開発者にソースコードの変更権が与えられている。 リブバートの実装は、リブバート C を中心としたソフトウェア構成になっている。リブバートの API を利用しているアプリケーションとしては、管理コマンドバーシュが提供されている。また、Python バインディングスもリブバート C の上位に位置する。一方、各種仮想機械の制御ドライバは、リブバート C の下に位置する。例えば全の制御層の実装では、全統合管理層から、 それぞれの全のモジュールを呼び出す形になっている。ハイパーバイザー直接、管理ツールである全度、管理データベースである全ストアを呼び出している。また、ネットワーク越しの制御に関するコードは、以下の通りである。クライアント側では、リモートインターナル C を介して、リクエストを発行する。サーバー側では、リブバーチド、コード的には、剣度ディレクトリ以下を介して、 リブバーテイピーを使って制御を行う。リブバーテイピーを使う前にクライアント認証を必要とする接続がある。接続で用いるクライアント認証方法は管理者が選択できる。この選択はリブバーテイピーを用いるアプリケーションに依存せず統一的に適用される。管理者はリブバーチドの認証方法をネットワークソケットごとに設定することができる。 この設定は、リブバーチドの設定ファイル、エトセトラ、リブバート、リブバーチド、カンフで行う。そして、認証方法は、なし、ポルキット、そしてセイエセルの3つから選択することが、できる。さらに、セイエセル機構は、将来様々なオプションを設定できるようになる、予定である。リブバートが、ポルキットをサポートしていない場合、 ユニックスドメインソケットに対するアクセス制御は、伝統的なユーザーグループアクセス制御により行われる。2種類のソケットがあり、一つは読み書き可能、もう一つは読みのみ可能となっている。読み書きソケットは、アクセス制御が厳しく、ルートユーザーのみが使うことができる。読みのみソケットは、アクセス制御がオープンであり、どのユーザーも使うことができる。一ユーザーにより、 広いアクセスを許可する場合、リブバーチドカンフファイルを編集し、UnixSOC r w p ー r m s に許可権限を設定し、ユーザーグループを UnixSOC グループに設定する必要がある。例えば、前者の属性を0770にして、後者をホイールグループに設定すると、ホイールグループの人全員リブバーチドにアクセスできることになる。 リブバートがポルキット認証をサポートする場合、アクセス制御はより進んだ形態になる。この場合、ユニックスソック、オースパラメータはポルキットが標準になる。そして、ファイルアクセス権限は読み書き権限を含め0777になる。クライアントアプリケーションはポルキットと連携して、アイデンティティを提供し、ソケットに接続する。 デスクトップセッションのいずれのアプリケーションでもパスワード認証を行うことが読み書きソケットの標準ポリシーである。この方法は都度コマンドによる認証と似ている。しかし、クライアントアプリケーションは究極的に特権ユーザールートとして動く必要がない。そして標準ポリシーでは読み専用ソケットにどのようなアプリケーションも接続できる。ポリシーは エトセトラ、ポラシキット、ポラシキット、カンフに置かれたマスター設定ファイルによって管理者が変更できる。ポラシキット、カンフマニュアルページに設定方法詳細の記述がある。属性として、二つのリブバーチド操作が設定されている。一つは、読み専用の ORG、リブバート、ユニックス、モニタである。もう一つは、 読み書き可能な ORG、リブバート、ユニックス、マネージである。例として、フレットに読み書き権限を与え、ジョエには管理者パスワードを認証を要求する例を示す。このアクセス制御をするためには、以下の設定を、ボラシキカンフに追記する必要がある。TCP ソケットを平文のまま用いたリブバッチドは、標準でエ s l を 認証機構として用いる。CSL 機構は標準では Digest MD5 を用いる。これは基本的なユーザー名とパスワード形式の認証である。データストリームを暗号化する方法も提供している。このため平文の TCP ソケットのセキュリティも TLS ソケットを使った場合と同等のセキュリティである。このためユニックスドメインソケット及び TLS ソケットを CSL 認証するように設定しておくことは望ましい。この設定は、リブバート、カンフ設定ファイルの OS ユニックス、ロ、OS ユニックス RW、OSTLS で CSL 認証するようにしておく。使い始めの段階では、ユーザーアカウントは定義されていない。このためクライアントが TCP 接続することができない。ユーザーを追加し、設定を行うためには、 サスルパスワードにコマンドを使う。このコマンドを実行するにあたって、アプリケーションがリブバートであることを明示的に示す必要がある。この例では、フレットをアカウントに追加する例を示している。全員アカウントのリストを見るためには、サスルドブリストザーにコマンドを使う。このコマンドでは、リブバートのユーザーデータベースを指定する必要がある。このデータベースは、エトセトラ、リブバート、 パスワード DB にある。最後にユーザーアクセスを停止する場合、さするパスワードにコマンドを再び使う。TCP ソケットを平文のまま用いたリブバッチ度は、標準で CSL を認証機構として用いる。CSL 機構は、標準では Digest MD5 を用いる。これは、基本的なユーザー名とパスワード形式の認証である。 ケルベロス認証のシングルサイモンを有効にするには、リブバート用 c セ l 設定ファイルを変更する必要がある。そのファイルは、エトセトラ、c セ l にリブバート、カンフである。そして、メック、リストパラメータは、ダイジェスト MD5 の代わりに、グセッピーに変更する必要がある。もし、ユニックスドメインソケットや、TLS ソケットに対して、CSL が有効になっている場合、 ケルベロスは、セイエセルを使うことができる。ダイジェスト MD5 のように、ケルベロス認証機構は、セッションのデータ暗号化機構を提供する。ディストリビューションによっては、セイエセル・ケルベロスプラグインをデフォルトでインストールしない。この場合、サイラスセイエセル・グセッピーなどのパッケージをインストールすることが必要になる。ケルベロス認証プラグインがインストールされているかどうか。 調べるためには、プラギンベアを実行して、グセッピーがリストされるか確認する必要がある。次に、ケルベロス認証のレルムの管理者は、プリンシプルをリブバートサーバー用に発行する必要がある。プリンシプルは、ホストごとにリブバーチドに対応して一つ割り当てる必要がある。そして、プリンシプルは、リブバート、フル、ホーストネム、カーバース、レルムと名付ける必要がある。 この作業は通常キャドミンローカルコマンドをケルベロス認証サーバで実行して行われる。しかしながらケルベロス認証サーバによってはサービスプリンシプルを設定するために他の方法が必要な合わせもある。一度生成されるとプリンシプルはキータブとしてエクスポートされる。そしてリブバッチの向けにはエトセトラ、リブバート、KRB5 タブに設定される。 ケルベロス認証するリブバートに接続したいアプリケーションがユーザープリンシプルを取得するためにキニットを実行する必要はほとんどないパムがケルベロス認証向けに設定されている場合デスクトップセッションにログインした時点で自動的に取得しているためであるリブバートの全ドライバは3.01以降の全を制御することができるリブバートの全ドライバは 複数の制御方法の組み合わせで全仮想機械を制御する。リブバートの剣ドライバは0.81以降の剣を管理することができる。そして、このドライバは剣コマンド書式で制御できるいずれの仮想機械にも適用できる。剣形式の VM には KVM と全案が含まれる。利用する前に必要な条件は以下の通りである。 ネットワーク越しのハイパーバイザーを管理することができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。